はい、こんにちは。派遣社員の独り言第185回目となりました。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマはエレベーターの横入りについて取り上げてみたいと思います。エレベーター関係では以前も取り上げたことがあるテーマなんですけれども、ちょっと最近ですね、電車の時間帯を変えたんですが、その時にですね、ちょうど会う会社のエレベーターのですね、である男性がですね、並ばないんですよね。いつもこう横入りして前の方に行く人がいるんですよ。で、エレベーターは何機かあるんですけれども、当然ボタンを押して、したらこうランプがピコーンってつくんですよね。で、そのエレベーターの前にみんな前行って、一列にこうずっと並ぶようにこうなってるんですが、どうもですね、その男性というのはですね、その一列でみんな並んでるんですけども、そこの、そんな、隙間が全くないわけではないんで、横からこうスルスルスルと入ってってですね、一番前に並んでいる人の横までこう入っていってしまうんですよ。で、なんでこの人横入りするんだろうなと思って、本当行ってやろうかなと思ったんですけど、ただね、私も派遣先の社員の方全て顔知ってるわけでもないですし、もしかしたらある程度お偉いさんだったりしてもちょっとまずいしなと思ったりとか、ただそんな方でそんな非常識なことをする方もいないだろうなと思いつつですね、ちょっとモヤモヤしてる感じではあるんですけれども、ただ毎回その方必ずこう横入りしてくるんですよね。で、しょうがなく皆さんも黙ってはいるんですけど、エレベーターがこう来て、チーンとなってドアが開きますよね。で、入っていくんですよ。そしたら、前回お話しした通り、一番初めに乗っているにもかかわらず、エレベーターのボタンのところで、こう、皆さん、オープンボタンをですね、押し続けて皆さんが乗り終えるのを待たずにですね、もうすぐにですね、一番エレベーターの奥の隅にですね、自分だけこうちょこんと立ってるんですよね。なんだこの人と思ってですね、本当に。自分が乗るんだったらせめてみんなが乗り終えるまでですね、オープンボタンをちゃんと押してあげてて、するんだったらまだ100歩譲っても許してあげますけど、なんだ自分は結局それもオープンボタンも押したくなく、一番後ろのそのポジションを取りたいだけのためにですね、横入りしてるんだと思ったら、ちょっと私も腹が立ちましてですね、かといって仕返しもすることもできないんですけども、なんと非常識な人なんだろうなと思ったんですよね。で、こう、みんなこうエレベーターが上に上がっていって、順々に降りていくわけなんですけど、そう思ったらですね、その男性の方は私と同じフロアだったんですよ。ちょっと方向が違ったんで、北側とか南側とかいろいろこうありますよね。どこの席に座っている、どこの部署の方なのかっていうのは分からなかったんですけども、顔もですね、よく、いつも後ろ姿になってしまうんで、よく見れないんですけれども、ろくな人じゃないだろうなっていうような感じを思いました。結構ですね、年配の方でも、もう退職して、嘱託社員としてですね、働いている方、いわゆる再雇用ですね、働いている方とかもいらっしゃるんで、そういった方だと、ちょっとこう、ある程度年齢とともにですね、これは別に年齢差別するわけじゃないんですけども、多少ちょっと自分勝手になってしまうっていうのは、やっぱり生物学的にもですね、ちゃんとあり得ることなんで、仕方ないんですけども、やっぱり自分中心になってきてしまって、他の方のことを考えられにくくなってくるんですよね。その方がそのか、そうかとはちょっと断定はできないんですけども、もしかしたらそういうタイプの方なのかもしれません。いずれにしてもですね、やっぱりエレベーターって前にも申し上げましたけども、皆さんがこう共用で使うものでありますので、やっぱり先に乗ったらですね、ちゃんとエレベーターのボタンのところに立ってオープンボタンを押してですね、ちょっと面倒くさいですけどもね、一回一回こうオープンとクローズっていうように上げて、自分が降りる階まではその操作をするっていうのがですね、暗黙のルールじゃないかなと私は思うんです。それをしないっていうのは、やっぱりなんか自分が偉いんだ、俺はそんなことをするような立場の人間じゃないんだって勘違いしてるような人間じゃないかなと、私から言うとろくな人間じゃないなと思います。皆さんはこれ聞いてる方はそんな方いらっしゃらないと信じたいですけれども、実際そんな方がいたら、本当に、相手にしない方がいいかもしれませんね。下手に関わってしまって、自分の、契約が終了になってしまったりとか、そういったこともゼロではないので、気をつけていただければなと思いまして、今回ちょっと挙げさせていただきました。今回もご視聴いただきありがとうございました。